皆さんこんにちは。今日もイタリア在住主婦がおしゃべりをします。イタリアの反グローバリズムの情報を共有したり、その中で私が感じたことを考えたことをいつもお話ししていますので、お付き合いいただけると嬉しいです。ちょっとね、前回の動画から日数が空いてしまいましたっていうのはね、実はいろいろ忙しくて、私の誕生日があったりだとか、あとは18年使っていた冷蔵庫を買い替えることになったんですね。それで買い替えるためには古い冷蔵庫を、まだ壊れていないので、結構ちょっとガタが来ていたので、買い替えることになったんですけど、捨てないで別のその物置部屋に移動することになったので、それでその物置部屋にあるものをいろいろ整理整頓したりだとか、それでいろいろとごたごたしていました。で、その間に急にね、涼しくなったんですよね、イタリアは。日本はどうかなと思うんですけど、最近本当に急激に涼しくなって、なので、ちょっと夏物はそろそろ片付けないといけないなと思って、いろいろ洗濯したりだとか、今頃の季節にちょうどいい洋服を取り出したりだとか、そんな感じで、結構家の中がバタバタしていました。私、書斎でもあればね、その中でも時間とって、ちらっとお話しすることできるかなと思うんですけど、これ今でやっていますので、結構ね、家の中がごたごたしているとちょっとできなくなっちゃうんですよね。ということで、しばらく、間空いてしまったんですけど、その間にも、話したいなって思ったことは、いろいろありました。今日は特に、また日本で新しい新ワクチンの接種の開始が始まったようなので、その件に関してちょっと情報交換をまずしたいなと思って、その話題をすることにしました。その日本の今のそのワクチンに対する報道がどんな感じなのかとか、相変わらず結構打ちましょうキャンペーンが激しいのかとかいうことも気になっていますので、コメントで教えてくれたら嬉しいなと思います。で、イタリアはどうなってるのかっていうことを今回共有しようと思います。で、端的に言ってしまうと、イタリアは今、テレビとかで全くワクチンの話をしなくなりました。で、日本では結構またコロナが流行ってるようですよね。でもね、イタリアで、ちょっとテレビなんかを、討論会なんかを見てても、時々咳をしてるなっていう人がいるのが気になるんですけど、全然そのね、コロナのことに関して、触れてない感じです。それはもう本当に去年とは随分違うなって思っています。また新しい株が流行って、またワクチンをみんなで打ちましょうというような雰囲気は、少なくともテレビでは全くないです。いろいろとね、今シーズン特に、イタリアの場合は新シーズンというのが秋なので、9月からまたその番組の各番組の新シーズンという感じになるんですけど、いろいろとね、そのメディアの状況が変わってきたなって実感しているので、そのことはまた別の動画でお話ししようと思うんですけど、特に最近とてもいい傾向だなと思うのは、そういうコロナの話とかワクチンの話とか全然されなくなったっていうことです。で、もちろんね、ロシアとウクライナの戦争の話も、もうしばらく前から全く話されなくなりました。で、裏で情報を取ってる人は、私のように YouTube チャンネルでそういう情報を取ってる人なんかは、もう本当に戦争に関してはロシアが大勝ちしてるっていうことは、もうみんな知っていることですし、本当にそれは疑いのない事実っていう感じで受け止めていて、イタリア人のほとんども、戦争は西側は完全に負けているっていうことを、ほとんどの人は気づいていると思うんですね。で、メディアでは全然話されなくなったことと、相変わらず、メローニ首相はウクライナを支援する立場を変えていないんですね。で、本当にそれがね、残念なところで、メローニ首相の評価はね、本当に分かれるところで、メローニ首相のことを反グローバリストだって思っている方も多いと思うんですけど、
そうばかりとは言えない、結構特殊な存在のような気がしているんですね。まあ、またこれ話すと、このことを話すとまた長くなってしまうので、最近私がメローニ首相に関してどういうふうに考えているのかっていうのを別の動画でお話ししようと思うんですけど、まあ、とにかくその立場がメローニさんはグローバリストの人たちの中に入り込んで仲良くやってるんですよね。まあ、その中でグローバリズムに関して反対していて、世界統一政府にも反対しているようなんですよね。ただそのグローバリストの中にどっぷりといるということが問題なんですよね。なので結局、まあいろいろね、イタリアの歴史をたどってみても、アメリカの勢力に反対しようとした人はことごとく消されてしまったらしいんですね。なのでまあ結局イタリアは、まあ日本と同じようにそのアメリカの植民地国のようなものですから、全く反対したら消されるっていうね、立場にあると思うんですね。なので、まあ、そのグローバリストのふりをして、まあ、グローバリストとうまくやっているふりをして、まあ、ちょっとその反グローバリズムの意見を述べたり、主張をしたりしようとしてるのかなって思うんですよ。で、この間の5月の21日だったかな、国連でメローニさん の演説があって、私もそれ全スピーチ聞いてみたんですね。でね、メローニ首相はね、まあ、毎回のごとくスピーチが素晴らしいんですよ。本当にスピーチ力があるんですね。とても説得力のある表現力があるんですよ。情熱的に語りますしね、すごくうまいんですね。で、その切り取った部分を考えると、まあ、その今イタリアに不法移民がたくさん押し寄せていて、まあ、そのお話は前回の2回の動画にわたってお話ししたんですけど、それでアフリカの問題をお話して、人身売買業者と徹底的に戦わなければいけないっていうことを主張していました。それで本当にちょっと反グローバリズム的な発言もしたんですね。それはそれぞれの国の特徴というか文化を潰そうとしているけれども、それはその世界が平和になるということにつながらないと、その国境をなくして世界のそれぞれの文化や人種を潰すということは、むしろそれは争いを引き起こす、なのでそれは反対だというようなことを言ってたんですね。まあ、これだけの部分を切り取ると本当に素晴らしいことを言ってるなって思うんですけど、それにもう本当に反グローバリズムなんだなって思って、その部分は素晴らしいと思うんですけど、まあね、前半部分でね、余計なことを言ってるんですよね。そういう今の混乱の世の中をロシアの責任にしている発言をしていたんですよ。なのでそれがあるので、結局メローニさんの立場は変わってないんですよね。まあ、ロシア悪でウクライナを支援しましょうという立場からものをいつも発言するので、まあ、今回もなんかそのアフリカの問題をアフリカの貧困の問題もロシアが悪いというような口調で話していたので、まあ、すごくそれはやっぱり気になりました。ということで、このメローニさんのそのスピーチについては、イタリアの反グローバリズムの番組なんかでもほとんど話題になっていません。メローニさんは昔からね、スピーチがうまくって、まあそれ聞くとね、素晴らしいスピーチだなって毎回思うんですね。でも結局なんか口ではすごいことを言うけれども、まあ実際に結果が伴わないので、まあがっかりしてしまうっていう感じなんですよね。まあ、なので今回初めてスピーチ、メローニさんの翻訳スピーチなんかを聞いたことは、素晴らしい発言をする方だなって思った方も多かったと思うんですけど、まあ、メローニさんは毎回スピーチが素晴らしいので、でもその選挙の前にもね、その移民を絶対に来させないっていう感じで、すごい説得力のあるスピーチをして、まあ、それで国民は説得されて、メローニさんに投票したんでしょうけど、まあ、結果は去年の2倍になっているっていう結果なので、まあそんな感じです。ということで、まああんまりイタリア人の間ではメローニさんのスピーチは、国連でのスピーチは話題になっていませんということをまず一つ、まあ何回かコメントでそのメローニさんのスピーチはどういうふうにイタリアで話題になっていますかっていうふうに質問されたので、このことについてもお答えしたいと思いました。そして私、ラブロフ外相のスピーチと記者会見の
動画も全部見てみたんですね。まあ、記者会見の方は1時間ぐらいあって、まあ、世界情勢のいろんなことを質問されてラブロフ外相は答えていたんですけど、まあ、本当にラブロフ外相は素晴らしい外相だなって思います。本当に、まあ、ちょっとプーチンよりもね、ものをはっきり言うような傾向があるなって思っていて、まあ、日本のこととかイタリアのこととかも結構名指しにされて批判されていましたので、まあでもね、もっともなことなんですよね。その西側諸国の中でも、特に名指しでイタリア、日本、ドイツが、ナチの思想に関することで、反対していないっていうふうなことを言っていたんですね。敗戦国なのに、そのナチの思想に反対していないということで、結構危ない思想になっているっていうようなことを言っていたので、ちょっとドキッとしてしまいました。まあ、今起こっている戦争に関して、まあ、ラブロフ外相は西側諸国が全く停戦をするような気がなく、相変わらずウクライナに武器を提供し続けて続けたいようなので、それならそれで、まあ、こちらの方はそれでも構わないというような言い方をしていました。この間のプーチンの演説でも言っていたんですけど、まあ、その西側諸国で、まあ、そのロシアとは合意を結ばないというような、そういう決まりを作ってるらしいので、それをまず解除しないと、その話にならないと。だから、ただ単にロシアが撤退すればいいっていうような、そういう単純な話ではなく、西側諸国が話し合いをしないっていうふうにもう決めているので、まあ、それを解除しない限りはどうしようもないということを2週間くらい前のプーチンのインタビューでも言っていたんですけど、まあ、ラブロフ外相も、まあ、そういうことだと思うんですね。西側諸国が停戦する気がないんだったら、まあ、それは戦場でこのまま続けてもロシアの方としては構わないっていうふうに言っていました。で、それで私、日本の報道はどうなってるのかなと思って、そのインターネットに出てくるその新聞の報道で読めるものをちらっと見てみたんですけど、やっぱりその日本の報道ではロシアの方が停戦をしたくないというような、印象操作をしているなって思いました。まあ、そんなもんですよね。なので、まあ、その誰かが演説をしていたりとかするのは、本当に全部を聞いてみて、その後にその各メディアがどういうふうに切り取ってどういう表現をしているのかっていうのを見ると、本当にね、傾向がわかるんですよね。という感じでね、日本は相変わらずロシア悪の報道を続けているんだなって思いました。まあ、イタリアの報道の方はね、全くテレビではそのウクライナとロシアの話は全くしなくなったし、まあ、新聞の方もあんまり話してないようなんですよね。どちらにしてもウクライナが有利だっていうようなことは一切、新聞の方も書いていないと思います。なので、ちょっと日本の報道はね、まだもしかしてウクライナがまだ頑張ってるっていうような報道の仕方だとすると、本当にその世界の情報から取り残されてるんじゃないかなっていうことがね、ますます心配になっています。で、今回のね、このワクチンの話題についても、私は本当に日本のことを心配して、っていうのは、私のこの動画を見てくれてる人は、まあ、みんなね、気づいてる人だと思うんですけど、まあ、でもそれでもまだ少数派なんじゃないかっていう気がするんですよね。なんかよくコメントで、やっぱり未だにウクライナを応援してる人が多いし、未だにワクチンはいいものだと思っている人が多いですっていうようなコメントをよく見るので、ちょっとね、なんか本当に心配になってきました。まあ、イタリアは本当にもちろん心配なんですけど、でも国民が、まあ、随分以前よりも進化しているっていう点で、まだ救いがある気がするんですね。それはその報道がまだ日本よりもマシなのが助かっているのかなって思ってるんですよ。それで今回そのワクチンのことに関してなんですけど、イタリアの唯一の反グローバリズムの報道番組で、まあ、1週間に一度あるんですけど、今シーズンは毎週水曜日なんですけど、その報道番組で唯一ワクチンに関しての話題をしているんですね。ワクチンに関するいろいろな問題、過去の問題だとかについて話してるんですよ。その番組で出ていたワクチンの話で、この部分は皆さんに共有したいなって思ったので、ちょっと切り取ってみました。まあ、そういうイタリアでは報道でこういうことになってるよっていうようなことの話の種として伝えていただけるかなって思って、で、今回のこの回ではジャーナリストが薬局に
直接インタビューしに行ったんですね。直撃インタビューということで、まあ、あの顔は隠して直撃インタビューに行ったんですけど、その時の、あのその薬剤師の発言をリークしていました。その部分をちょっとお見せしようと思います。Perché si continua a vaccinare i guariti? Io ho dei dubbi che non le posso esprimere. 一度コロナに感染した人もワクチンを打っていたけれども、それについてはどう思いますかって聞いたんですね。そしたらその薬剤師は、私は疑いがあるけれども公言できないっていうふうに言ってるんですね。以前はこれをやれというふうに上から命令されていたと。なので私たちは上から言われたようにせざるを得なかったっていうふうに言っていますね、この薬剤師さんは。でここではちょっとね、子どもに対してはって聞いたんですね、ジャーナリストが。そしたら私の意見では、あの子どもには絶対に打たせないっていうふうに言っていますね。ワクチンを打つことに関して責任感は感じないんですかって、聞いてるんですね。そしたら私は責任感を感じていないと。じゃあそれで、あなたはワクチン打ったんですかって言ったら、打ってませんって言うんですね。なので人には打つことは、まあ、言われているので、打って自分には責任ないと思ってるけども、自分は打っていないということですね。私は妊娠した女性にはしたくないと言ってますね。ジャーナリストが、いまだに妊娠した女性に推奨されているけれども、こんなにいろいろな不審なことがあるのにかかわらず、妊娠女性に推奨されているけれども、推奨しますかって言ったら、いえ、私は推奨しませんと答えています。でこの方はね、このドクターは反ワクチンの間でとても有名なお医者さんなんですけどね、よく反グローバリズムの裏メディア YouTube 番組によく出場してくれています。それでいろんな発言をしてくれているんですけど、この方にインタビューしていて、出生率のデータをね示してくれました。そしたらこの、まあ、ある地方での出生率のデータなんですけど、2021年に他の年に比べて約半分なんですって、2021年だけ。なので、まあ、その原因は何なのかっていうのを詳しく探る必要があるっていうふうに言っています。そう、あまりにもその2021年の数字が他の国に比べて異常な数字なので、その原因を探る必要があるっていうふうに言っています。でこの数字はね、ファイザーとモデルナがどのぐらい利益を上げたかっていう数字なんですけど、ちょっと数字が大きすぎて、日本の数字に換算したんですね。まあ私毎回この数字が多い時に日本の数字に換算するのがとっても難しくてね、計算機でこう数えながらやらないとわからないんですけど、この35ミリアルディっていうのは350億なんですね。350億ユーロってことだと思うんですけど、それでモデルナが200億ユーロっていうことだと思います。そして興味深いのが、その中で大量に廃棄されてるんですよね。でこの、1億200万回分が廃棄されていると。それで20億ユーロが無駄金に終わっていると。本当にすごい金額ですよね。それでさらにね、追加注文もしているんですね。でその追加注文が、600〜400万回分で、それもかなりその無駄っていうか、その廃棄が出ると
出るはずなので、まあ、最終的には30億ユーロの、無駄金を使っているというんですよ。まあひどい話ですよね。これ国民の税金で賄ってるんですよね。それで人々がこんなに苦しい生活を強いられているっていうね、まあ、エネルギー価格も上がって、その物価もすごい上がって、まあ、本当にイタリア人の貧困層がすごく増えてしまって大変な問題なんですけど、国がねこういうことこういう無駄金を使っているっていうね、本当にとんでもない話ですよね。まあ、この番組ですごく貢献していると思うんですけど、この独自調査のおかげでまあいろいろな問題がリークされて、そのイタリアの保健機関と政府のやり取りだとか、その質問に関して答えた内容だとか、そういう E メールの内容が全部ほとんどリークされて、それが元でイタリア政府内でも、まあ、そういう政府の対応や保健機関の問題に問題がなかったのかどうかっていうのを調査するっていうことになったんですね。まあそれでなんかその進展があったかどうかっていうことはほとんど話に出ていないんですけど、まあとりあえず調査ということにはなっているということで、まあ、この番組が貢献したことっていうのはすごく大きいと思います。こんな感じでもういっぱいね、これ以前の動画でもお見せしたことあると思うんですけど、まあ、詳しい内容はお話ししてないんですけど、とにかくそういうE メールでのやり取りで、まあ、いろんな情報が隠されていたりだとか、この部分を言ってはいけないとか、こうしなければいけないとか、そういうその保健機関の回答が、まあ、それがまあその EU の保健機関のところから命令を受けていて、そうせざるを得ないような状況であったこととか、まあ、いろんなことがねリークされているんですね。まあ、そんな感じで、それであとね、それからもう一つお見せしたいなって思ったことが、このねイタリアのマッテオ・バッセッティっていうね、イタリアではそのこのコロナの件に関してものすごく有名な人で、まあ御用学者みたいなもんですよね。イタリアのウイルス研究者としてワクチンの推奨のために すごい散々、まあ、いろんなところに出現してワクチンキャンペーンをやった人なんですよ。でも本当にね、まあ、討論番組にもしょっちゅう出てきたんですけど、まあ、本当に性格悪い人で、反ワクのことをもうボロクソに言って、すごいね、私は悪党だと思ってね、この顔もねすごい悪党だなって思っていつも見ているんですけど、まあ嘘つきなんですよね。要はすごい嘘つきなんですよ。でこの人は本当にワクチンを大推奨していたんですけど、みんなに打てって言って、子供にも打てって言って大推奨していて、その去年のこれは2020去年じゃないか2021年なのでもう2年前ですね。でワクチンは自分の子供にももうすでに打たせたよって言っていたんですよ。それがねどうもねこの人もね言い方を変えてきたんですよね。なんて言ったかというと、これは2023年の9月、ワクチンは自分の子供には打たせないって言い始めたんですよ。この人ね意見を結構今変えてきてるんですよね。なんかね今までは本当にもうめちゃめちゃ推進派だったのに、今になって過去に年齢に関わらずワクチンを推奨したことは間違っていたとか言い出したんですよ。それでその PCR 検査をやることも間違いだっていうようなことを言い始めたんですね。で急に立場を変え始めたんですよ。なのでまあそういう感じです。イタリアでは幸いねこういうことが明るみに、こういうふうに立場を変えた人が出演して、しかもその今の保健外相が、今回の10月から始まる新ワクチンについて言ってるのは、推奨する対象は60歳以上と病弱な人と、あと妊婦さんと医療関係従事者って言ってたんですね。それでそれ以外の人たちに関してはおそらく有料になるっていうふうに言われていたんですよ。まあ、それは9月になってから、まあ、それでやっぱり無料でいいから全員無料で接種できるよっていうふうになっても、まあ、打たなくていいんだっていう考えは定着してると思うんですね、すでに。
その対象以外の人たちの間では。なので私たちの間では本当に妊婦が推奨の対象にされているのがすごく気になるねっていう、それがまあ反グローバリズムの人たちの共通した意見なんですけど、まあでもね、世の中をこう見回すと、その周りの人を見ていろいろおしゃべりなんかしていると、まあ、イタリア人は打つ人は、まあ、かなり少数派になっていると思います。まあ、以前もデータをお見せしたんですけど、4回目の接種はすでに 20% ぐらいだったので、日本よりもずっと少ないんですよね。でさらに今回はもっと少なくなるんじゃないかと思います。まあ、10% ぐらいしかいかないかなっていう気がしているので、まあ、この件に関してはね、イタリア人はもうね、大丈夫だと思うんですね。もう二度とあんなパンデミックを戻させてたまるかっていう感じだと思うので、それこそ政府がロックダウンなんてしようものなら、まあなんか暴動でも起こるんじゃないかっていうぐらい、まあ、人々は気づき始めてると思うので、まあ、政府はね、わざわざそこまでまたロックダウンとかマスク強制したりとかすれば、まあ、大反感を買って大変なことになることは分かっていると思うので、そこまでリスクは負わないと思います。まあ、メロニーさんはそのグリーンパスを廃止することも約束して選挙で勝った人なんでね、それはまず最初にやってくれたので、確かにそのグリーンパスをすぐに配信してくれたので、それをまた裏切るっていうことはまあできないんじゃないかなって思います。それは本当に国民を裏切ることになると思うので、なので、まあ私はこのね、イタリアに関してはワクチンをそんなに打つ人はいないんじゃないかっていうことであまり心配していないです。ただ日本はそうでもないようで、まあ、私はこの動画を日本人に向けて配信しているので、どうやってその日本人に気づいてもらう人を増やすためにどうしたらいいのかなということをね、やっぱり考えてしまうんですよね。やっぱり世界ではもうね、いろいろ状況が変わってきてるんだよということを、話したりして伝えるしかないのかなって思うんですね。なので、まあ、今回もねこの話題をしようと思いました。本当にね、日本のこと心配です。だってね、私も日本に帰国しようとも、やっぱりシェーディングの問題とかも気になるんですよね。で、私もそのやっぱり3回目4回目が接種が流行っていた頃にやっぱり受けたんですよ、シェーディングを。なのでまた日本で、まあ、今回7回目ということで、それでまた次々にまた言われるままに打つ人が一定数いるとなると、まあちょっときついなって思うので、本当に人事じゃないです、私にとっても。まあこの動画を見てくれてる人たちはもう本当にその分かってると思うんですけど、まあ世界の情報は変わっているんだということを、まあ諦めないで伝えていってほしいなと思います。まあ特に若い人ですよね。特に若い人で、まあ本当に日本で妊婦さんに打とうとしている人なんかには本当にね、いろいろなことで説得してほしいと思います。まあね、お年寄りでもう本当に信じきってしまって、ワクチンを打つと安心するっていうような人はもうね、好きなようにさせていいんじゃないかなって思うんですけど、やっぱり子どもとか若い人は絶対に気づいてほしいです、今世界の流れを。まあね、本当にね、今すごいんですよ、救急車がね、この涼しくなってから急に増えたんですよね。で今までもまあ1日1回ぐらい救急車の音聞くかなっていう感じなんですけど、ここ 2,3 日で急に涼しくなって、まあね、まあ1日に3回以上救急車の音を聞くんですよ。今日もすでに4回救急車の音を聞きました。なので季節の変わり目で具合悪くする人が多いのかなって思うんですけど、まあ本当にこれから寒くなってくるとね、本当にどうなっちゃうのかなと思ってね、心配です。またクリスマスシーズンで寒くなって、しかもそのみんなで集まって飲み食いなんか激しくしたりすると、まあ本当にちょっとね、いろいろ大変なことになるんじゃないかなと思って心配しています。ただ大きな目で見れば、まあイタリア人はまあ気づいてる人の方が多数派になってきたので、いろいろな意味で、なので抵抗力ももっと増していくんじゃないかと思います。グローバリズムに対する抵抗力も、まあ、これからどんどん大きくなってくるんじゃないかなと思って、まあ、いろいろな意味で全然希望は捨てないで済んでいます。
ということで、今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。